皆さんこんばんは、あきらです。ハッピーターン美味しいです。そこで食うな。こんなお菓子を食べてますけど、現在もう11時です。明日いよいよあきぽんの念願のあの子をね、見に行きます。もうずっとあきぽんがやりたいことがあって、ペットを飼いたいって言ってたんだよね。で、猫ちゃんをねずっと飼いたい飼いたい言ってたんだけど、実は猫アレルギーの人が何名かいて、で一番アレルギーが強いのがアチャピ。アキポンもちょっとあるんだよね。でもまあそんなにひどくはない。でカンちゃんが昔アレルギー体質だったけど、最近はあんまりないんだよね。でママももともと実家でずっと猫ちゃん飼ってたんだけど、どうやらその猫ちゃんがアレルギーだったみたいで、もう鼻炎がもう何年もひどかったので、実家を出たら治ったのね。でもう猫を飼うことを諦めてたんですが、2年前だったかな、うん、ダンスの撮影しに行ったところに猫ちゃんがいたんだよね、うん、でその猫ちゃんがなんとアレルギーが出にくい種類っていうのを聞いて、飼いたいってそれからずっと言ってんだよね、うん、でもねやっぱりアレルギー出たら怖いからねって言って今までずっと避けてきたんだけど、今回アキポンとね約束をしたことがあって、テストで5位以内に入ったら飼うよって言っちゃったんですよママが、うん、ありえない順位だったから前回は何位でしたっけ？23か27 多分27ぐらいだったと思うね。その辺にいるアキポンが5位を取るってちょっとね。でもノーベンだったからねそう、今までテスト勉強本当にしてなくて、でママはそのね1回でいいからテスト勉強をちょっと頑張ってやってほしいなっていう思いがあったんですよ。頑張って結果が出て、あやればできるんだなっていうのを知ってほしかったわけですよ。なんとこの前本当にね5位取っちゃってね猫ちゃん飼いたくて頑張ったの。その1回や勉強したらどこまでできるのかっていうのも知りたかったし、うん、内容的になんか得意なとこだったから頑張ろうって思って、いや本当に今までに見たことないぐらい頑張ってたのそれで猫ちゃんをね飼いたいっていうことになって、本当ならね保護猫ちゃんとか、まあ、もらってねあげたいんだけど、アレルギーの問題があるからブリーダーさんのとこからね飼うのが安心かなと思ってブリーダーさんを探しました。サイベリアンっていう猫ちゃんなんだけど、九州にいないんだよねあんまり。兵庫県にアキポンの求めるなんかねグレーの毛の子がいいっていうのね。いやー怖い。なんか性格的に犬っぽいんでしょ。そう、もうデレデレの猫とか最高じゃないデレデレずーっとつきまとってくるかもしれんよ。いやそうだよ。一応ね明日家族全員で会いに行くことになって新幹線取りましたよ。明日は会うだけ会って、でみんなのアレルギー反応大丈夫かなっていうのを見て、それからの決定になるから。買えるかな。ねえ、ちょっと買えない方が高いんだよね確率的に。ドキドキですね。ちょっとでもアレルギー反応出たら自分たちのやっぱり体のことが一番なのでね、連れて帰りたいな。もう買えたらゲームなんていらない。なんか言った。あ、言い過ぎた記録した、記録したよ今。カタログゲームなんていらない。ゲームなんていらない。そういう冗談。そういう冗談。皆さん聞きましたよね。え？皆さん聞きました。ないから。聞いた。両耳で聞いた。え、最近本当にゲーム固執してない。え、どこ行くと？兵庫県。遠くない？遠いです。あれ？新幹線代全員分で18万円しました。わーいものすごい時間とお金をかけて会いに行ってきます。おはようございます。ポンちゃん、にゃんこのとこに行くぞ。起きるぞうーん、お、起きた。にゃんこちゃんに会いに行くよ。え、なに、はい
あ、いつもありがとう。いや、なになに、ありがとう。ありがとう。ありがとう。牛は牛、牛。牛は。牛、牛。牛してくれん。牛がいね。肉牛は。あ、いや、いやだって。ありがとう。え、開けていい？うん。ありがとう。襲われてる。ちゃちゃ、ありがとう。なんだろう。なんだと思うよ、ちゃちゃ。わかんない。わかんないの？あ、帽子？もしかして。帽子あげるわけないじゃん。何やっても入んないのに。あ、帽子、帽子、帽子。おお。あ、これ履いていこうかな今日。濡れたりしてもまあ大丈夫な、乾きやすい。水着ではないけどもアリーナの。アリーナ。パパの好きなアリーナ。そう。いや、いいじゃん。可愛いな。やった、嬉しい。で、もう一個なんだろう。いや、父の日っていいね。パパとママが物を送り合うようになってる。靴下、いるいる。欲しかったの。かわいいでしょ。かわいい。靴下いつもママに買ってもらってるよね。そう。あー、これ携帯入れだ。やったー、これ今日持っていこう。いいかも。あれ、パパの iPhone どこ行った？やったー、これはいい。今日これ持っていこう。これ使いやすそうだよ、ママ。余裕。おー、いいじゃん。いいね。かっこいいですよ。え、こう。そうそうそう。あ、遠い。で、こうね。パピコンはテスト前なので。ねえ、パパどうしよう、うまくいかない。着きますよ。それぞれ朝ごはんを。みんな何にする？スタバ。スタバ。みんなスタバ？これ乗り換えじゃなくていいんじゃない？ちょっと似てるの。あら、私もよ。真似しないで。真似しないで、誰？誰、私が一番に着替えたの。いや、違う。いや、ママずっとなんか、これじゃない、これじゃない。違う、私たちのこと盗みにしてくる。もう寄せてきた。もうやめて。うまそう。いや、最近これハマってるんだよね、このサラダラップ。うん、ヨーグルトグラノーラ。美味しそう。美味しそうだね。朝ごはんをゲットしました。コンビニに向かいましょう。コンビニ。お弁当とお茶です。なんか見えてますよ、下の方。お茶です。下の方になんか見えてますよ。すごい、4枚一緒に通すんだ。新幹線乗ります。今からあきぽん、猫ちゃんに会える気持ちはどうですか？楽しみだけど、怖い。不安の方が大きいね。そうだね。もう LINE のね、アイコンね、猫にしてるから。やばいよ、それモテる女のアイコンだから。話した。何それ。朝からモテる女について話しようか。広島です。お迎えが来てるそうです。こちらに。
お願いします。猫ちゃんバイバイ。バイバイ。かわいすぎるこいつら。やばい。なんなんだ。かわいい。あ、見てくれてる。ファンサーくれるよ。お、めっちゃ威嚇されてる。もう誰だ。君誰だよ。お土産屋さん。お土産にいいんじゃない？みっちゃん。うん。かわいい。ご対面してください。はい。じゃん。なんか出していいらしいよ、ゲージから。そうだね、出してみる。めっちゃくつろいでる。めっちゃくつろいでる。かわいい。ちょっと待って、ちっちゃい。解き放たれた。いや、近くに行っただけでも反応したりとかする子おるけど。めっちゃすごい。超ふわ、超ふわふわ。おいで。いや、大人の猫とはまた違ったモフモフ感。なんか毛玉みたい。マジ毛玉。おい、毛玉。見て見て見て。飽きてんね、見て。こっちはどうなの？いや、一番はさ、朝日と合わせなんけんや。ケース動かしてみたらダメかな。お、ね、何もしないの、その子。触らせて。餌食が来た。やば、もうこの子めっちゃ可愛い。めっちゃ反抗してる。この子触らせてもらう。カリカリしてる、カリカリしてる、めっちゃカリカリしてる。やでやでやで。あ、銀来た。やめてまーす。バトくん、おい、やっぱ先輩は違いますね、貫禄が。こんにちは。こんにちは。母？ママ。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 お母さんが一番可愛い。めっちゃじゃれる。さすが人生の先輩だから。出てくる。カメラ目線お願いします。一番こいつが可愛い。すんくすんくって。銀みたい。可愛い。抱っこできたね、あずい。怖いね。怖い怖い。やばかな。カネーネが抱っこした。ねえ、やばい、その子めっちゃモコモコ。座ってやったらよかったかもしれない。座る。うん、顔見せたい。逃げたい。逃げたい。逃がさない。ねえ、顔見せて。君抱っこさせて遊ぶのいいけど。顔見せて。すんかすんか言ってます、うん、ずっと遊んでるかな。それ私の足です。朝日の半足走るにしてください。やめてやめてやめて。足を走るにしないでちょうだい。かわいい。よかった。猫触れた。ああ、ボテたボテたで、暴れた。あー、かわいい。白っぽいね、こっちのこの、ね、毛が。変わったね。
どうでしたか。めっちゃ可愛かった。可愛かったね。1匹だけ。ママ1匹だけ。アチョピはアレルギーは何食べかす。今のところは出てない。なーい。で、今からこちらの土クレープ研究所。近くにクレープ屋さん、クレープ専門店ですかんちゃん。栗とカシスのモンブランクレープ。ご飯だよ。抹茶とオレンジ。ね、猫より生き生きしてない？これ4種類。ラム酒香るバナナとチョコレート。決めれん。どっちがバナナか、こっちかな。いただきます。いただきます。すごく美味しそう。チョコバナナだよ。ハンの大好物じゃん。いただきます。バナナって焼き食べれるっけ。うん、マジうまい。甘い。もちもち、ね、めっちゃもちもち。生地が、お、なんか銀くん出てきたぞ、中から。モンブランも少し食べていいわ。モンブラン少し食べる、うん、すごい勢いで食べた。アイスだ。アイス、アイスが出てきた。モンブラン美味しい。なんか出てきた。ほら、バニラアイス。うん、美味しいね。あげたら、いや、いいよ。すごい買うよ。難しい。汚いから。汚いな。食べ方汚いな。何、なんかカップルみたい、ここ。シェアチョイスじゃねえ。もう半分いきそうだもん。一人で食べちゃうんだね。中になんかカリカリしたやつが入ってた。ナッツみたいな。欲しいよね。ナッツがね、ゴロゴロ入ってる。クレープが似合わないな。匂いフェチの二人組。クンカクンカしてる。クンカ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 。はーい。かわいいじゃん。かわいいじゃん。うん。T シャツを4枚買って、これを1個ずつゲットしました。ありがとうございます。よかったね。うん。ネギポン酢もあるよ。いや、ネギチビ。じゃあ、アチャギンはこれでいいかな。さあ、パパのお昼は加古川カツ飯。いただきます。うまいよ。ハヤシライスがかかってる。カツ飯最高。帰りましょう。ケンタッキーを買ってきました。今ファミリーマートって言って。今日はなんか中途半端なね、ご飯になっちゃって。クレープとか食べたしね。おいしい。おいしい。今日は可愛かったね。うん、にゃんにゃん可愛かったな。超可愛かったね。可愛かったんだけども、ちょこっとね、やっぱりアチャピのアレルギーが。いや、あれの多分人数が多いのもある。なんか本人はね、平気って言い張ってるんだけど。あ、でもね、ちょっと
長いお付き合いになるからね、よく考えて。はい、ポケモンパーク。言うと、ピカチュウ。これ日焼けしたからね。カンちゃんとアキポンがおそろで買った T シャツ。カンちゃんが半袖で、アキポンが長袖。2枚買うと、このトートバッグがね、もらえたの。かわいいね。今日ニャンニャンに会いに行ってきたからぴったりだね。何ですか？ずっと探してたお菓子、姫路にあった。姫路のお菓子だったんだ。わかんないけど、これね、でもね、熊本に売ってたんだよ。へぇ、めちゃめちゃおすすめ。それと、熊本駅でね、いつものやつを買ってきた。混ぜるだけ高菜、もう大好きで、これもう何回目だろうね、買うの。今日初めて買った梅ひじき高菜味。これなんかおにぎりにすると絶品ですよって言われて、もうなんか想像しただけでよだれが出そうで買ってきた。早速着てる人がいます。着心地いいですね。あ、薄手でいいね。うん、めっちゃ仲良しじゃん。お揃いしてる。買ったら買ったら着たくなる。わかるわかるわかる。いや、